はい、こんにちは、恋愛パンダです。今日もよろしくお願いします。朝早くからね、ちょっと眠たいんですよ。もうせっかくの休みなんだけど、デートがあって行かないといけないと。これね、働いてる人過酷です。もうね、働いて婚活してる人ね、本当に過酷です。もうね、1年以内にね、終わらせたいですよ。もうしんどくてしんどくて。何がしんどいかというと、もうなんか休み、せっかくの休みの日にこうデートがあって、でもモチベーションが低いんですけど、そのモチベーションで行くとダメだから、まあ本当にね、モチベーション上げていかないといけません。で、今日はね、まあ僕が今日ね、会う低スペック女性にね、ついてお話します。まあ、あの女性のスペックってね、まあ、相談所の種類にもよるんだけど、なんだろうな、女性のスペックって結構ね、両極端なんですよ。例えばね、年収500万以上とかね、年収600万以上の女性とかね、がいて、あと逆にね、年収300万未満の女性とかね、なんかその真ん中層がいないんですよ。年収400万ぐらいの女性っていうのはあんまりいないですね。まあ多分ね、一番売れるんですよ。一番売れるっていうのは、その一番年収400万ぐらいの女性って売れていないんですよ。もしくは売れるのは25歳6歳ぐらいが売れます。だからそのあたりっていうのは大体いなくて、年収400万ぐらいの人も、ね、ほぼいないんですよ。いるのだいたいだいたいね、500万以上とかね、300万以下か。で、まあ、男性としてはね、まあ、僕の今までの経験上はね、年収が300万以下の人って、まあ、ノアラみたいなの、派遣ニートとかね、ノアラみたいな人とか、まあ、結構ね、年収ね、300万いってない人が結構いるんで、そういう人ってなんか、私、料理頑張りますとかね、私一人暮らししてたので料理ができますとか、よくねプロフィールに書いてるんですけど、まあ実家暮らしで年収300万よりはマシですね、確かに。実家暮らしが一番ダメ、何もできないし、一番子供のまま、これが実家暮らしね。まあそらそうですよ。家にいたら親がね、甘やかしてくれて、何でも与えてくれてね、甘やかすんで、大体何もできないんですよ。で、次に一人暮らしなんですけど、一人暮らしもね、まあ結構ね、現実的なんだけど、でも年収が低い人がいる。で、なんだろう、トータリティで考えたときに、なんか微妙だなって思うんですよね。微妙っていうのはね、その、なんか女性ってね、なんか、結婚してね、したとしても、女性ってなんか親のね、遺産とか受け継ぐわけじゃないじゃないですか。大体もらうの長男なんで、長男以外って普通、まあ、その、なんもないとき、なんも遺言がないときは別だけど、遺言ある、普通大体あって、長男に全部継ぐっていうのが大体普通じゃないですか。だから、長女とかね、妹とかになってくると、で、まあ、兄弟がね、兄がいたりしたらね、まあ、大体何ももらえないんじゃないかなと。だから、そうなるとね、なんか、こっちの生活がね、なんか、貧乏になっちゃうんで、なんか、あんまり好きじゃないなと思いながらね。まあ、家柄のいい人ってあんまりいないんでね、仕方ないんだけど、僕はまあ、どっちかというとね、学歴高くて家柄がいい方なんで、まあ、同じようなね、その同類婚っていうかね、同類婚ね、あれだよ、数学の同類校じゃないよ、同類婚ね、が一番いいのじゃないかなと、まあ、思って、結構迷うというか、これ、まあ、僕が本当に迷ってるって話をしたかったんだけど、あんまりね、やっぱりなんか、家柄とか学歴とか全然違うし、しかも、容姿も良くないしね、微妙かなって結構ありますよね。だからまあなんか婚活してるね、男性がいたらね、そういうのもなんか参考にしてもらえれば、僕は悩んでますっていうことで、まあ中にはね、男性の中には婚活しててもね、
自分のその理想の人じゃないと結婚しないっていう人ももちろんいます。男性はね、年収が高くなればなるほど結婚する意味がないので、男性はね、年収が高くなるほど理想が高くなります。だって結婚しなくても生活できるわけじゃんみたいな。しかも次男三男とかになったら別に結婚しなくていいわけで、余裕なんですよ。長男はね、子供残さないといけないんできついんですけど、次男三男になると別に結婚しなくてもいいじゃんみたいなのがいっぱいいるのでね、実際婚活市場では男女比がね、4対6とか言うけど、まあ、3対7ですね。実際男性婚活してる人でもいい人いなかったら結婚しないっていう人いっぱいいるんで、っていうかもう最初から婚活はしないっていう人もいますし、だから3対7だと思いますね。4対6っていうよりは3対7で、女性が7なんで、まあ、結構ね、女性より好みしても結婚できないんですよ。だからそういう意味ではね、なんだろう、男性のね、そのスペックの高い男性がばっかり狙ってる女性は、まあ、注意してもらった方がいいと思いますね。男性しか少ないんで、そこに群がるわけなんですよ。ということで今日はまあこれで終わります。朝早くから動画投稿して、まあ、僕もね疲れてて休みの日も頑張ります。最後まで応援ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。